二人きりだな。細かいことは気にするな。さあやっていきましょう。クラウドに見破るを装備すればよかったと思う今日この頃ですが、原作プレイしてたら分かるはずなんだけどね。この一騎打ちは、一騎打ちっていうか、まあ犬もいますけど、危ない。先に犬からやってた方がやっぱいいかな。さあそしてムービーが入ったけどびっくりした。なんだこれ、銃使いかっこいいですよね、ルーハウス。さあ避けていく。すごいな、気合入ってんな。戦闘中この HP を減らしたわけでもないのに急にムービーが入ったのは初めてでびっくりしましたね。さあどうしよう。あ、犬がそこに来ている。そこまで来ていればダークネーション先にやった方がやっぱりいいかなって感じはするんですけども、何回目だ、3回くらい同じこと言ってますけど、やるな。褒められた。さあ3段避けていく。すごいなこいつ、犬のくせに防御じゃない、呪文を使ってくる。そしてあいつ犬のくせにカウンターまでしてきたって。ルーファースとカウンターしたのはちょっとめちゃくちゃになってますけども、頭が追いついてませんけども、呪文使ってった方がいいかな。ちょっと回復したいね、だいぶ食らってますね。ルーファース結構物理攻撃をするとかっこいい、何その技、いなしてくるんですよね、カウンターしてくるので。こんな感じでね、ちょっと呪文使ってった方がよくて、先にこいつを倒したいっていうのもあるんだけど、リデュースされてんだよね。雷効かないかなこいつ。さあ避けていく。ルーファーストが弱いかな、どうだろうな。ブリザガをちょっとルーファーストに使ってみようか。戻れ。さあ絶対呪文もそんな効かないな。厄介だな、やりづらい、非常にやりづらいですねこいつ。さあブリザガ、こいつちなみにダークリーションの方には効くかな、冷気突然。いて邪魔しやがったなあいつ。あ、そしてケアルガも使ってくる。これ回復もやってくるとなると本当に厄介だな。ちょっとダークネーション先だなこれは。さあ当たるか。 OK ナイス、1200ぐらい食らったね。お、そして場面変わり、これを舐めているのか。まさかギリギリだ。だがギリギリチョップ。お、メダルコインを使ってくる。お、二刀剣銃。そしてお、かっこいい。この技かっこよすぎない。いや、やばい、ルーファースめちゃくちゃかっこいいんですけど。やばい、俺の中のその中二心をめちゃくちゃくすぶってくるキャラじゃないかこれ。原作以上になんかすごいかっこいい戦い方しますね。さあ回復。危ねえ、結構死にかけだった。さあちょっとルーファースこれで攻撃が当たるような気もしてきたんだけど、どうだろうか。まだいなしてくるかな。ダークネーション先やっちゃった方がいいかな。攻撃してく。トラップコイン、ほうかっこいい、そんなこともできるんだね。レーザーコイン、これがさっきの技か。さあもう一回、あ MP が足りるか。とりあえずやっぱり犬から先にやっていきましょうか。さあバースト来た、 OK。 これでだいぶ攻撃が通るんではないでしょうかね。ブレイバーン使っていきましょう。ドン、 OK いいよ。さあバースト中にこいつはやっちゃいたいんですが、 OK 倒したかな、レベルアップ。さあこれで正真正銘一騎打ちじゃないか。はい、さあまたコインを出してくる。え、そんな加速もできんの、カテキョウヒットマンリボーンのザンダスみたいなこともできんのか。もうかっこいい。やばいなマジで、ルーファース、ルーファースの評価が爆上がりなんですけど、原作がなんかただ乱暴に銃をぶっ放していたイメージしかなかったんですよ正直。いやかっこいいなこの戦い方は本当。さあ、いてー、機動力もあり射撃の精度もいいときたら結構マジで厄介ですね。受けてガードできなかったが、ちょっと回復は挟みたいですね。ちょっと一方的な感じになっちゃってるな。受けていく、リロード、リロードも結構早いですね、なかなか。さあいなしてくるな、やっぱこっちも反対した方がいいんかな。やばい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 、ガード間に合わなかったか。さあ来るか、
ハンターできないの？重火器は相性が悪いから。ちょっとピンチだな。これリミット使っちゃってもいいかな。これちょっとまずいですね。使っちゃいましょう。クライマーサーズ全てをかける。全てをかける。さあこれはもういなしようがないからな。リミット技だし。さあバスト来た。このリミット技よりの俺のこの戦い方がちょっと消せないのは自分でもあるんですけど、しょうがない。背に腹は変えられない。回復していく。バーストの時間も早いな。もう終わっちゃったか。やばい、まあ、切ってます。 OK。 おかげででもボムコインは食らわないとすんだから。ソーダンスアップやめて。これ以上強くなるのやめて、頼むから。結構厄介なんだよね。なんか強さ的にはねそうでもないとは思うんだけど、戦い方が厄介すぎますねこいつ。ボムコインチャンスかな。サンダが打っていきましょうか。当たれ、大きいよ。できればね、霊気属性当てていきたいんだけど、いかんせん当てにくいからな、霊気属性。機動力がこの厄介ですね、ルーファウスの。さあ、そして、ちょっと、反撃の構え使ってみようかな。ダブルショットくるか。そう。OK! できたなるほどね。この技があったのは、こいつ用かもしれないね、もしかしたら。もっと序盤から使っておけばよかった感じもしますけど、とりあえず倒せましたね。勘違いするなよ、シンラは生まれ変わる、私の手で。さあプレジデントシンラとはちょっと違うね、雰囲気を見せますよね、ルーハウスは。さあクラウド、お、やばい、一気にピンチになってしまった。こぼれは大丈夫か。ディメンターがうようしてるから死ぬことはないんだろうけどね。片手で耐えてますけど、さすがにちょっとこれは。お、ティファが来る。逃げたのではないのか。さあ片腕と片腕で支えていく。だらしないぞ、ヒーローなのに。どうしてティファ戻ってきたんだい。逃げたはずなのに。さあただこの状態も結構やばくないか、まあ、ティファだから大丈夫か。帰り行きだからな多分。さあ場面変わり、あいつらエアリス、バレット、レッドか。バレット、レッドってなんか言いにくいですね。だからね、レッド、レッドって繋がってるからな。なんて呼べばいいんだろう。レッド13はレッドでいいのかな。クラウド、そう、俺助けに行かねえと。おい、なんだこっちもやばいと。さあここも検索通りかね。この3人でこうなんだっけ、この敵の名前すげえガトリングのねやつ覚えてますけど、未だにこいつをやってくのかな。さあそしてまた場面変わり、64階のミーティングフロア、ウェッジが出てきた。そうだよな、ね、ウェッジはなんで生きてるか不思議なんだよな。あのディメンターは運命に逆らわないように修正するはずなのに、ウェッジは生きてるっていう謎ですよね。あいつの力が及ばなかったのかな、あの時は。なぜか。さあそしてディメンター来ちゃいましたよ。これちょっと怖いな。ウェッジ大丈夫かな。負けないっす、頑張れウェッジ、頑張れ。バレット、なんかウェッジかっこいいですね。めちゃくちゃ株爆上がりなんだが、立てたかな。嘘だろ、まさか俺の予想通りになってしまうか。これはガラスの割れた音したけど、バリンって修正されてしまうのか、ウェッジの生存も。ちょっと考えたくないですが。生きてるか。レッドはどこだ。ね、あ、いたいた、よかった。さて、あいついるだろ、きっと。降りてくるでしょう。ねえ、やっぱり。いやー、リメイク版で見るとだいぶえげつない装備してますね。どうやったらあいつに勝てんの。ガトリングのね、山じゃないですか、こんな。いくつ積んでるんだよ。さあそして
バレットみたいな技を出してきた。さあ58階アトリウム、やばいねこいつ戦いようがなくないか本来なら。お、そしてフレンドボム撃っていくか。バレットが、しかしこれはシールドではないか。いや強いよねこいつ本当に、ね、相当厄介だな。原作の時なんか結構楽に倒した記憶あったんだけどさこれ見るとね結構やばいよね。さあやっていきましょう。エイリスがミヤブルを装備しているはずなので、あ、ティファか。マジもうティファ何やってんだよ、もうこっち来てくれよあーそうだな、ミヤブルがもっとできませんね。ちょっとやってくれましたねこれは。俺のまあ采配ミスなんですけど、さあまずバリアを破壊していきましょう。あ、全然食らわない、マジか。ラピッドファイア、バレットと本当に似た技を使ってきますねやつは。さあ避けていくよ、危ない危ない。さあまあどうだろう、3だ。あ、これは範囲化かな、これ範囲化でちょっとやってみるか。ちょっとサンダーしかないのが心もとないんですが、手法が来る。 OK 避けていく、柱ないっすよね。柱がなかったらちょっとやばかったかもしんない。避けていくよ、バリアビット強いな、めちゃくちゃ食らわん。やばいやばいやばい、これどうすればいいこれやばい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 、いやーちょっとやめてくれそんないじめみたいなことを。逃げ場がなかったさっき。さあアンガーマックスを浴びせていきましょうか。いでー同じような技を使ってきてるね向こうも。やべやべ、来ていい、回復したいな。さあに右腕に打ち込め、今チャンスか。サンダーがここってこと、え、今食らうのかな手法。サンダーが打ってくる、間に合うかな。あー間に合わなかったかな、ちょっときつい。魔法攻撃の方が食らうね、バリアビット。これはもうエアリスで攻めていった方がいいかもしれないな。ちょっと回復を挟んでいきましょうか。さあ右腕に打ち込んでいきましょうか。ちょっとサンダラだと時間がないかな、サンダラで様子見よう。ドン、オッケー、お、壊れたね、いいですねいいですね。手法がこれで封じたかな。お、そして7機って言っちゃったけど、またスピーファンがやってくれたね、レッドが。さあそしてバレットと協力してホーミングレーザー来る。ちょっとバレットカモンカモンカモン、これちょっと防御だな。うわー精度高すぎるあれがれき壊しちゃうか、そうかそうか。そしたらどうしようかな、バレットの範囲化サンダーこれで壊してないかな。あんま食らわないな、手法が来る。さあそしてもう一回ちょっとサンダラで手法を壊していきましょうか。ドン、オッケー。あれは何回も壊すパターンかな。さあ、バスが来たんで攻めていきましょう。アンガマックスをバリアビット壊さなきゃダメだよね、本体にやってみるか試しに。いやダメだよなきっとな。とりあえずバリアビット先に当たってるかな、本体食らってるかこれもしかして。さあサモンゲージ、チョコバンドモグリ、チョコバンドモグリアを使っていきましょう。頼っていいかな、久しぶりだねチョコバンドモグリ、クエーということでやっていきましょう。さあなんか撃ってくるかな、大丈夫かな。ちょモグ爆弾をとりあえず範囲結構当たると思うんで使っていきましょうかね。なんかチャージしてんだよな、怖いなんですよ。ホーミングレーザーか、あーこれ厄介だね、まあ、でもあんま食らわなかったな。受けてく、さあぶち込んでいく、手法が来るか。もう一回そしたらサンダー、サンダーでもいいんかなこれ、手法壊れるかな、壊れないか。やばいやばいやばい、
あ、オッケーオッケー。ギリギリ、サンダープラス、通常攻撃で、いけますね。さあ、バスト来る。オッケー、バリアビット全部ここへ、破壊しましたね。これで本体に通るかな。点滅モード、また、さらに2段階のモードがあるんだね。予想はしてたけど、死んだ性のね、上位種だろうからな、こいつは。それくらいしてくんなきゃ逆に困るぜ。さあ、ローラーが出てきたんで、これで、モグ爆弾で攻撃していきましょうか。さあ、ローラーは、どうでしょう。バレット、物理攻撃の方が食らうかな。これでダンガーマックスを、そこら辺のローラーに破壊してやっていきたいんですが。さあ、あんま当たんなかったな。そしてリデュースされてしまうね。まあ、本攻撃かな、やっぱり。あんま効かないね。うわ、バレット大丈夫か。蜂の巣になってる。さあ、サンダラ、どれくらい食らうかな。あれ全然食らわんな。魔法攻撃も微妙かなこれ。さあ頼む、チョコバンドモグリ、やっちゃってくれ。みんなの力でやっちゃってくれ。お、9999、いいですね。風弱点かこいつら、もしかして。ただエアロを装備していたからちょっと不安。回復をまずやっていくけど、エアロないよな。確かティファが持ってたはずだから。1しか食らわんってことは、本体を先にこれやっちゃうパターンなのか。逆にさあ、本体に試しに攻撃してみるけど、どれくらい食らうだろうか。そんな、あ、本体食らえますね。ローラーがまさかの後パターン。よくよく見たらなんか緑っぽい光出てますよね。あれシールドかかってる感じなのか。じゃあ本体先にやっていきましょうか。さあ、いいですね。レッドがスターダストレイをやってくれている。いいですね。スターダストレイかっこいいよな。の技のグラフィックといい、なんていうかすごいね、ピカピカして、とりあえずかっこいいですね。ファンタジックで。さあ、サンダガオ、お、ナイス。本体やったらめちゃくちゃ食らったぞ。3800ぐらい通ってたな今。さあどうなるかこの後は。あ、ローラー光ってません。光ってるな。うん、結局また攻め方は変わらないかな。うん、ローラーそうだね、リデュースされてますね、ダメージ。ちょっともう一回本体を攻撃しておきましょうか。さあ、波動砲。宇宙戦艦ヤマトかお前。何、やめてくれ。それは宇宙で使うものじゃないのか。こんなとこでぶっ放したらビルが、ビルそのものがーってなっちゃうんじゃないか。うわー、柱崩れてしまった。さあ、アンカーマックスをガンナに打っていく。さあ、なかなかいいダメージじゃないか。ヒートも溜まってくる。さあ、今ウィークネスって出てたけど、あれはレッドの攻撃で出たのかな。どこで出てるんだろう。今ローラー破壊できるかな。あ、間違えちゃった。アバランチ魂なんか使ってた。ちょっと試してみますか。ローラー光ってないんだけどね。あー、時間かな、さっきの。ちょっと遅かったかな。もう一回アンガーマックスで本体攻撃していくか。背面砲、これ効くかな。あー、ちょっと背面回れてないけどね。ただいいダメージだ。さあ、スターダストレイやってくれてね、いいですね。さあ、ハンドレッドランガンナーに口が回ってない。サンダガを浴びせていきましょう。さあ、いいダメージ。ひるんだね。この隙にローラー破壊できたりしないかな。さあ、スターダストレイもう一発入れてきた。波動砲も来るね。ちょっとバーストで波動砲止めたいな。バーストのゲージももう溜まってきてるんで、ヒートか。もう一回ちょっとサンダラでローラーあたりを。さあ、バースト来た。オッケー、ナイス。俺がやるまでもなかったな。レッドがやってくれた。さあ、そしてバレットもリミットが来てますね。カタストロフィーを。どうしよう、ローラーちょっとやっていこうかな。攻撃できますね今。
さあカタストフィーぶっ放してくれ。さあ V 破壊して体力も削れたか。普通に拡散波動砲。さあこれどうしたらいいの。避けられねえか。避けられねえか。瓦礫ある？どこだ？あ、これか。見てえなでも拡散波動砲。かっこいいな。見てえ。かっこいいっすね普通に。さあどうしようかな。ぶっ放して HP を貯めて近づいてからのアンガーマックスでいけるかな。 OK 了解です。片付けていきましょう。さあ当たる。うん足んないか。半分ぐらい削れたけどやばいぞ。エアリス頼む。 MP がないか。8しかない。サンダーか。打ててもどうしよう。何がいいかな。イノセントフォース打っていくか。さあ間に合うかな。ダメか。よいしょ。 OK よかった。ちょうどぶっ放したの最後の弾で蹴りをつけることができましたね。危なかった。まだ来るか。クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば退路を確保して。退路か。だね。急ごう。さあ果たして本当に奴らは無事なのかね。結構なピンチでしたけど、さっきは。武器でかいな。バレットのね、もうちょいなんかコンパクトにならないもんかな。重そうだよね。普通にあの右手を上げる作業がきつそうなんだけど、そこはもう筋力で賄っているのだろうか。さあ兵士は死んだ兵が全然いませんけどね。ガラガラだな。普通にあのもう異常事態になってるはずなのにな。プレジデントはもう殺されてますし、ね、あとはあいつにもかかわらず全然兵士がいないという。さあお来るか。今になって来るか。遅すぎるよちょっと。うん、もうお前らのトップ殺されてますよ。さあどう切り抜けるか。お誰、ハイデッカーか。この服は。やっぱり、頭ガチガチおじさん来たぞ。よーし、よくやった。まあ、俺にかかればこんなものだな。都合のいいやつだな。散々失敗してたくせに、過去で。さあ、成功した時ばっかり、自分の手柄とばかりに、喜んでますけど。スラムの花売り。実験サンプル。来た。この場面俺めっちゃ好きなんですよね。さあな、ここで言うはずではないはずなんだ。原作では確か屋上で言ってたはずなんだけどね。面白いな。でもやっぱ殺しても構わん。お、やっちゃって構わないと。だからそう簡単にやられる実験サンプルとアバランチではないと。あんたはマリンを守ってくれた。お、今度は俺があんたを守る番だ。待って。戦うのかバレット。お、なんだ。バイクの音が聞こえますね。これはクラウドが来る。ティファはあの片手でクラウドを持ち上げていたのか。さすがだ。そしてさあバイク。バイクありましたよね。あの展示されていた。あのバイクを使ってここから脱出すると。さあ伏線をしっかりと回収していく。さあ引き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 引いていく。3連4連。おお死んだ兵をうまく引いていきましたね。クラウドすごいドライブテクだ。
さあそしてこのちょっと昭和チックなレトロな車にリバーが乗ってみんなを運ぶと、ね、あの三丁目の夕日とかに出てきてるよこの車三輪自動車ってあったよね、ちょっとあれにそっくり。さあ旧家族銃弾を剣でカードして、おタイヤを持ち上げて、うわハイデッカーすれすれ避ける、なんという悪運の強さだ。さすが神奈の幹部といったところか。さあ持ってくね、持ってくね。おさあザコを全蹴散らしましたね。バイクアクションかっこいいな、やっぱリミック版さすがだ、すごいね。ターボが全開ですね、あのバイクエンジンから炎がバンバン吹き出てますけど、さあ1階から逃げるんじゃなくて上に上がったと。さあクラッチを切っていく、おほほ怖っ、スレスレを。なるほど、自分の剣で指を入れてそこからバイクで突っ込むと、そして自分の剣はもちろん回収するすごすぎる、これはもうクラウドにしかできないね、うん、絶対俺がやったら剣なくす自信しかない。はい、というわけで録画研修区域終わったかな、エンディングまでね、やっております。もうクリアしてしまいました。いや、すごかったっすね。あの、6、禁止区域に入ってからのあの、怒涛の展開が、まず、本当に鳥肌立ちまくりでしたね。はい、これ何があったかは、喋って大丈夫なんかな。あの後結局、まあ、ミッドガルから脱出していくんですけど、バイクでね。そのバイクの行った先でですね、新しいなんか、次元の裂け目みたいなやつが出てきて、そこになんか、飛び込む流れになったんですよ。いや多分その先の世界は、あの、フィーラーが干渉しない世界。だからもう全く運命に束縛されてない世界なんだけど、ここを行っちゃうと、それはそれで大丈夫なのかなっていう、まあ、結構ね、迷いとか葛藤があったんですけど、結局行く流れになりまして、そこでまあ、また新しいね、キャラクターも出てきまして、はい、多分原作をプレイした方なら知ってるんですけどね、ザックスという FF7、における結構重要なキャラが出てくるんですよね。はい、が出てきまして、そっからフィーラーと戦いまして、最後ねセフィロスとも、バトルをしました。セフィロスは一応倒したは倒したんですが、まだ、倒しきれてはいないようですね。はい、そこからこれも言っていいんかな、ネタバレ禁止の方はここは飛ばしてほしいんですけど、7番街5番街へ移りましてですね、ビックスの生存が確認されましたね。多分あれはビックスだなと思うんですけど、ビックス兄貴生きてましたね。はい。で、ウェッジとジェシーの描写がなかったんで、残り二人はちょっとわからないんだけど、とりあえずビックスが生きてたことが嬉しすぎましたね。はい。とくらいかな。いやもうほんと続編が楽しみですね、これ。続き早くやりたいわ。こっからね、また自由な世界、未来が白紙なね、世界を冒険していくんだろうけど、原作と多分結構違ってきそうだね、こっから。はい、というわけで実況的にはね、この FF7 リメイクの実況は段落しましたので、とりあえずここで終わりたいかなと思います。結構長かったですね。ここまでね見てくれた皆さん本当にありがとうございました。次回作もねできればやろうかなとは思っております。どうなるかちょっとわかんないですけど、次回また会う機会がありましたら、その時はまたよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。失礼いたします。